今の状況でやるっていうのは普通はないわけですよね、このパンデミックで。そもそもこのオリンピック今回こういう状況の中で一体何のためにやるのか、今の状況でやるっていうのは普通はないわけですよね、このパンデミックで。そもそもこのオリンピック今回こういう状況の中で一体何のためにやるのか。まさに平和の祭典、一流のアスリートがこの東京に集まってですね、そしてスポーツの力で世界に発信をしていく、そのための安心安全の対策をしっかり講じた上でそこはやっていきたい。菅首相、今変な発音だったんじゃないですか？そこのところもう一回言ってみてくださいね。まさに平和の祭典、一流のアスリートがこの東京に集まって。菅首相、あのね、アーティストじゃなくてアスリートです。菅首相、もうね、オリンピックの前に国語の方が問題じゃないですかね。